日々まゆののエブリデイまゆチャンネル。この先の未来の大阪はどうなってるのかな。ご来訪前にこの取扱説明書をよく読んで、ずっと正しくいつまでも変わらないでね。一点物につきルルブにも絶対乗りません。ご了承ください。せっかち気質にさらに磨きがかかって、等速度10倍関空特急はるかも LCC かはるかすすとを飛び急がば、周りの理論が時代をくれど、大阪環状線一直線になる。順位をつけるのは良くないとの理由で、道頓堀のグリコの看板もみんなで仲良く手つなぎゴール東京に対抗した通天閣が釣り天閣と改名する。も新世界の規定により二度付け禁止。太陽のとはいい加減腕が疲れて気をつけになる。までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。